皆さんもいるまいと。自分はさ、普通の会社辞めてから美容の世界入ったんだよね。ロット巻きなんか簡単だろうと思って舐めてたんよ。そしたらね、もう一歩もできないんだよ。あん時はやばいと思ったね。もう美容学校にね、入学しちゃってるしね、もう後戻りできないしね。本当にね、心の底からやばいと思ったね。本来だったらここで自己紹介するといいんだろうね。と思った美容師のおっさんの誰々でーすなんてね。そんな余計な情報なんか聞きたくねんだよな、ね、みんなはな。 まあ、今回もまた妙齢パーマを見て、よたると。よたることなんかもねえよ。パーマ液だけどみんなさ、弱い薬の方ばっか見てないシスだのコスメだのシスティアミンスピエーラーだらなんだらかんだらってさ。 弱い薬で強くかけるっていうのは不可能なのよ。これこそね、小学生がね、本気でプロレスラーにね、喧嘩売るようなもんだよね。もう力加減でかな一個しないのよ。まあ、それでもね、インターネット見てるとごくまれに条件がいい人はかかってんでね、癖毛持ってるとかね。酸性パーマーかけ続けてる人なんか酸性パーマーでもかかるんだよね。酸性パーマーも、酸性パーマーの痛みが出るまで酸性パーマーかけ続けるから酸性パーマーでかかるようなんだよね。 まあ普通の人が3000パーマーか使ったらもうかかんないよね。だいたい2週間ぐらいで取れちゃうね。まあそういう方は2週間で取れてもかかりすぎるよりいいからってみんなそうやってかけんだよね。弱い薬をね、使いこなそうと思うよりね、強い薬使いこなした方がうまい美容師じゃねえの薬のパワーをさ、人に例えるとね、一番強いチをテナのとプロレスラー横綱並みの力でシスナーのコスメだのツナーも本当にね、小学生並みだってんでね、力がね。 まあ、システム面なんか最近パワーが上がってるけど、それでもね、普通の大人以下だよ。まあ、髪の毛が損傷してれば、それなりにね、コスメ系ってのは使えるけどね。まあ、中途半端な毛髪にね、コスメ使うとね、当然かかんないからね。かかんないから考え込んじゃうよね。考え込んで調べると、まあ、世間じゃね、うん、なんかコスメでさ、簡単にかけてるような動画あるけどね、あれはもう特殊な例だから真似してもダメよ。まずは医薬部外品のね、治療を使いこなすってことだよね。まあ、それもね、健康毛を うまくかけるってことだよね。毛染めしてる人のパーマってのは非常に難しいからね。健康網の人のパーマもね、うまくかけらんない人がね、カラーヘアのパーマできるかったらできねえと思うよ。弱い薬ばっかり見てないでね。一番強いね、チオグリコルさん。これをね、使いこなす。肌パンチみたいにかけるんじゃなくてね。もうちょっとね、自由度の高いパーマね。できねえかなと思うよね。まあ、こちらのお客様はね、チオシスだけどね。 うん、チュアシスでいいんだかどうかね。なんか本当に次は一番強いチを使ってみたくなっちゃうね。一番強いチを使うとさ、必ず何かが変わるからね、かかりすぎるだの、毛先がご厚くだの。逆にね、どうなるか見たいんだよね。その、失敗するなら失敗したが見たいんだよ。まだ見ぬさ、世界を見たい好奇心本当にね、もう悪魔の実験室になっちゃうんだよね。まあでもね、失敗したら失敗したでね、そこから得られる情報ってのは大きいんだよね。一番、 強い血を使った時の失敗する原因はさ、とにかくね、テストが緩く見えるってことなんだよね。ちょっと物足んなく見えんのよ。髪の毛が軟弱して柔らかくなっちゃってっから。その柔らかくなった分を折り込んでテストしないと、にかけるとかかりすぎちゃうのよ。がっつり。やめてくれっていうぐらい。まあでもね、パーマ、楽しいね。体も健康だしね、パーマーも負けるしね、目も見えるし、まだ一応音も聞こえるし。まあ本当にね、体悪くした老人にね、 言わせるとね、仕事の辛さは大したことないと。老いる辛さの辛いことっつったらね、仕事の辛さなんか何でもないって言うよね。本当にね、やっぱり歩けなくなったような、老人にね、それ言われるとね、ああ心に染みるわな。まあ、我々はね、いろんな人の話を聞けるよね。はい、お疲れ様でした。